その時計はレース展望です。この時間は5月15日金曜日、その金ナイターの展望を行ってまいります。この時間の解説はデイリースポーツの工藤治さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日木曜日には野次菊賞が行われました。なんと大波乱の結果に終わりましたね。そうですね、本当にあの直線の失速ですね。ステラモ、残念でしたけどね。ステラモナークね、結果5着という内容で、はい、まあ、逆に大井から遠征のテオブルベリーが、まあ、いつもと違う差しの競馬ですごい足使いましたね。そうですね、本当、外へ川原さんがね、はい、直線内からちょっとね、外へ出した時に、ね、あっという間に伸びましたから ね、 そうでしたよね。びっくりしましたね。はい、もう残り 100m だけでね、はい、競馬をしたような、そんな差し切り勝ちでした。3連単124万超えの配当、これ兵庫の重賞最高記録ということでね、調べたらそんな数字が出てきましたね。そうでしょうね、これだけの馬券はなかなか出ませんからね。はい、ということで大波乱となった野次菊賞でした。さて明日からいよいよナイター競馬スタートですね。そうですね、はい、なんとかナイターまでには、ね、無観客解除をされてほしかったんですけどもね。で願わくばってね、そういう感じでしたけどね、3月の頃のね、はい、感じからすれば、ま、まずは無観客でのスタート、まあ、いち早くね、一日でも早くナイターにお客さん入る日がね来ることを祈りながら、スタートを迎えるその金ナイターです。さあそれでは明日の展望参りましょう。全部で12レースを行われます。メインレースは11レース、園田金曜ナイター開幕特別 A1A2 混合戦、これともう一つ10レース、この2つを展望いたします。まずはメインの11レースです。オープン、準オープン、混合戦、2番のアーチデュークと3番コスモバレット、この2頭 A2 所属馬で、他がオープン、A1 所属馬です。さて 1700m12 頭ですが、印こうなりました。工藤さん、本命は8番のストーンリバーに打たれました。まあ、南関東で頑張っていた馬、移籍挑戦になりますね。そうですね、私あの南関東担当してた時にですね、はいはい、あの鎌倉記念を直接目の前で見てたんですけどもね、そうですか、うん、なかなか弾むような形のフットワークで、この馬本当に将来性高いなと思っていた馬がこのストーンリバーなんですよね、はいはいはい、それがまさかこういう形でね、何年後かにここで本命を打たせてもらえるとは思いませんでしたが、うん、そうですか、あの非常にあのいい、その当時すごくいい感じの馬だなと思いましてね、あの記憶にありますね、うん、まあ、重賞実績もさることながら金層も決して、ね、大きく崩れてないんですよね。そうですね、あのいやいや、私の個人的な感想から言えばね、はい、もっと走れてるんじゃないかなと思ってたんですけども、当時の鎌倉記念勝ち の、うん、あのイメージをすればですね、はいはいはい、ただそれでもやはり地方馬としてはね、立派な形で、うん、いやオープン馬として活躍していると思います。まあ、兵庫のオープン馬相手になりますけれども、まあ、ストーンリバーここではもう力が一枚上だと、そういう評価ですね。そうですね、うん、あのこの地のね、あの深い砂も合いそうですからね、はい、一層ね、あの先々雪杯あたりなんかね、次、まあ、六甲杯もありますけどね、はい、そのあたりちょっと伏兵として面白い存在になりそうだなという印象はあります、うん、そのためにもしっかりと賞金を積み上げていかないといけませんからね。そうでしょうね、はい、そのためにここもういきなりから勝負というストーンリバーです、うん、それから対抗5番のコンドルダンスは前走2着、仁義には敗れましたが2着は確保しました。そうですね、3着以下とは力の差もね、決定的なっていう印象のあるような、あ、しっかりしたレースぶりではありましたからね、はい、やはりリズム取り戻せましたよね、うん、ただちょっとコンドルダンスやっぱりどうしても器用さにね、はいはいはい、あれがあるんで不利受けたりするのが他の場合よりちょっと多いシーンがありますからね、そのあたりであのやや、まあ、実力はあっても、うん、あの2着以下になっちゃったりというシーンはね、ちょっとありますよね、このあたりの、ね、取りこぼしが少しありがちということですね、はい、それから6番遠心レーザーは A2 なしでオープンに上がってきました。そうですね、明らかにこう少しずつ少しずつ、パワーアップしてますよね、はい、この勢いを持ってすればですね、うん、まだ伸びしろもありますから、今回のメンバーでしたら十分際どい勝負、勝ち負けを演じれるまでね、はい、期待できそうですよね、うん、はい、それから白三角ですが、まず12番タガノベリテ、重賞実績もある馬ですけれども、今回ササラ騎手と初コンビで距離1007ですね。そうですね、1007やっぱりタガノベリテね、先生も言われてますけれども一番合うでしょうし、はい、ただまあ笹田騎手もね乗れてますけれども、ね、この外枠はあんまりいい感じは印象を受けませんよね。やっぱりイン回りがそんな感じですね、うん、まあ、ただ56キロでのタガノベリテですからね。そうですね、あの強襲撃ね、あの十分可能性はありますよね。はい、それから4番クイントゥープルにも印入っています。そうなんですよね、この馬ね、明日これ一番あの展開の鍵を握る存在だと思うんですけれども、はい、これだけのメン、このメンバー本当に行きたい馬はいませんからね、ええ、この4枠に
でしたら井上騎手で思い切っていけば、行きさえすれば結構粘れる、そういう馬ですからね、はい、夏場の方がいいタイプですね、昨年感じの、ちょっと明日面白いところがあるんじゃないかな、はい、でもう一頭3番コスモバレット、これ A2 所属ですが、そうですね、はい、このコスモバレットって実はまあ今七波論戦で、ね、うん、1230メートル戦で結果出してますけど、はい、実はやっぱり長い方がいいんじゃないでしょうかね。そうですか、はい、今こういう形でね、この地でいい形の競馬ができるようになってくれば、うん、この距離なら怖いところあると思います。そうですか、母親は何だって長めの距離でしたからね。あ、はい、ということで、まあ、印は以上の6頭です。距離代わりで期待というコスモバレットまでお話いただきました。さあ、それではフォーカス見ておきましょう。ここは3連複勝負ストーンリバー、まあ、3着までには確実に来ると見たわけですね。そうですね、うん、まあなんというか私の場合この馬券をすぐ買っちゃうんでね、はいはいはい、何も考えずに一応フォーカスという形だとこれを提供しちゃう形になります。3連複一等軸が多いんですね。はい、はいはい、この形が基本です。はい、11レース8時ちょうどのスタート、明日はナイター競馬です。さあ、それでは10レース参りましょう。準メイン、こちらは C1 の1230メートルです。工藤さん、印こうなっています。本命8番ムーンコムレード、前走休み明け2着でした。そうですね、やはりもともとデビュー戦からね、軽快なスピードでいい走り見せる馬ですからね、うん、C1 クラスでしたらスピード上位っていうのは前走もね、はい、見て取れましたし、まあ、勝ち馬マリタは結構強いですからね、2着でも十分評価できる内容だと思いますし、はい、しっかり追われてますから反動なさそうですからね、うん、今度はという期待ですね、はい。対抗3番アイムワン、こちらは前走昇級戦もこの距離きっちり勝ち切りました。そうですね、すっかりもうさ短距離馬の、ね、してのイメージが定着してきましたけども、はい、やはり57キロを背負うというのはね、ちょっとかわいそうな面がありますよね、うん、対ムーンコムレードに、はい、捉えきるにはちょっとという印象がこの金量からだと感じちゃいますね、うん、その分の対抗評価ということですね、はい、3番手評価黒三角、6番名勝ルーシー、2走前2着がありました。そうですね、それ以前も結構ですねこのクラスでそれなりの上位に来てますし、はい、その時の走破時計から考えますと、うん、ここではスピード上位だというね一頭だと思いますんでね、はい、十分勝ち負けに加わってくると思いますね、スムーズな競馬できれば、はい。白三角3頭ですが、まず5番金戸シレーヌはずっと4着以内キープ。そうですね、その堅実味を買いますね、はい、はい。あと1番志保のきらめき、まあ、2走前がね1007戦でちょっと着順落としましたが、それ以外は金層安定してますよね。そうですね、末脚やっぱりしっかりしてますよね以前ね、まあ元々の能力考えれば C1 クラスならっていう馬が志保のきらめきですよね、うん、はい。もう一頭4番キクノレレは今回高級戦です。そうですね、このまま一番評価難しいですけども、はい、まあ、能力を行き切って能力を出し切った場合はひょっとしたらっていう期待は持てますよね、うん、はい。それで白三角打たせてもらいました、はい。印以上の6頭ということです。ではフォーカス見ておきましょうかね。馬服8番ムーンコムレード軸で相手5頭に流すという馬券、ここは連軸というか。そうですね、ムーンコムレードはやっぱり最後の最後ね、うん、ちょっと 1230m でもね、はい、ちょっと長いんじゃないかなという 本来ですよ、800m、これから先短いところもあるでしょうけれども、うん、ちょっとそういう印象がありますんで、はい、ここはスピード上位でも連軸として馬券は買います。はい、ということで10レースの展望でした。夜の7時25分スタートのレースです、お楽しみください。今週は水曜木曜と2日間続けてオッズパークロット的中者なしで2日連続のキャリーになりまして。そうですね、今週すごく、はい、ポイント修正あって、難しいですね、難しいですよね、はい。今日も後半戦は結構荒れていまして、まあ、メインも、ね、3連単100万超えの配当でした、うん。キャリー額がなんと1295万円ということで、そこまで来ましたか、はい、これは明日かなり売れると思います、うん、皆さん注目してください。今日ここまで解説はデイリースポーツ工藤修さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。園田競馬、いよいよナイター競馬がスタートします。この後ナイターシーズン突入、どうぞご期待ください。